皆さんこんにちは。ニューヨークで通訳と翻訳をしている静香です。今日は grind という言葉に関連する表現を紹介します。 grind の一番簡単な意味は引いたり磨いたりすること。多分みんなが聞いたことがある言葉は coffee grinder、 これはコーヒーを引くもの。それとか grind some coffee、 I'm going to grind some coffee for the cold brew、 水出しコーヒーのために豆を引くね。これに似た意味はというか、まあ、個人的に経験がある言葉は teeth grinding。 teeth grinding というのは歯ぎしり。 My dentist told me I was grinding my teeth。 歯科医に歯ぎしりしていると指摘された。 come to a grinding halt、 これは急停止するという意味です。ギアとかブレーキが急停止した時にキーという音から来ています。The renovation came to a grinding halt when the contractor quit. 工務店が辞めてリフォームは急に止まってしまった。 Put your nose to the grindstone. Grindstone は砥石。 Put your nose to the grindstone というのは一生懸命せっせと勉強とか仕事をすることです。 Finals are next week. I'm going to put my nose to the grindstone.来週は年末試験だ。一生懸命勉強しなきゃ。Have an axe to grind. Axe というのは斧。Have an axe to grind というのは恨みを持つという意味です。I have an axe to grind with my boss. He made me work late again. また遅くまで仕事をさせられたので、上司に恨みを持っている。The grind というのは他の意味では、つまんないことの繰り返し、大変なこと。 Daily grind、 毎日のつまらない仕事。 Well, my vacation is over. It's back to the daily grind. 休暇が終わったので毎日のつまらない仕事に戻る。で、最後の言葉はゲーマー用語です。ゲーマー用語でグラインドというのは、退屈な繰り返しな作業を行うことです。で、これは例えばロールプレイングゲームで何回も同じ敵と戦わないとレベルアップできない、そういう時に使う言葉です。 You have to grind a lot to level up in this game。 このゲームではかなりやり込まないとレベルアップできない。こういうテーマに興味がある、こういう状況に使う表現を知りたいなどありましたら、コメント欄に記入してください。ご視聴ありがとうございました。毎週土曜日動画をアップするので、よかったらチャンネル登録お願いします。ではまた。See you next time!